Southern charm, I'm wasting no time. Had to make a move, so I got a little closer to you. But you were like a bee sting on a summer day in the middle of. はい、どうも、いつもね、動画ご視聴いただき本当にありがとうございます。おっちゃんのね、ゆるい動画の時間です。それで今日はね、こちらのね、トレーラー。これをね、ちょっとカスタムとうとうかかろうかなと思ってね、頑張ってます。それでね、私の一番苦手なね、まずはね、配線をね、ちょっと自分でちゃんとわからなかったら、今回ね、こちらよいしょ、これね、テールもね、バンパーもこれジムニーの64のジムニーのね、これヤフオクで買ったやつ、これをつけたいんでね、この配線がね、できるかどうかわからんのですけどね、とりあえずね、まあやったら、作業を始めたらね、何かダメなところぶつかるかなと、わからんとこぶつかるかなと、とりあえずね、配線をね、今からバラしていきます。今日はね、どこまでできるかは全く分かりませんけどね、もしよかったら動画にお付き合いください。おっちゃんのガレージライフ始まりでーす。とりあえずね、もうバラします。もうとりあえずいっちゃえ。よいしょ。これね、今ね、配線外して元通りになるようにね、一応数字でね、数字を書いてます。ちょっと素人なんでね、外した時にわからんようになったらね、またちょっとパニックになっちゃうんで、一応念のために、これは安全策で、そしたら元通りにね、復活できるんで、これでちょっと外していきます。よっしゃ。はい、それでね、一応ね、テールに配線をしたんですけどね、これがね、果たしてちょっとね、合ってるかどうか、とりあえずジムニーの、ヒッチの電源と
これをつないでからね、テストやっていきます。燃えないことを期待します。ちょっとね、不可解なことが起きたんでね、もう一度ね、元のテールにちょっとつなぎ直してからね、チェックしまーす。ウインカー、オッケー、オッケー、バック、オッケー、ブレーキ、はい、ブレーキ、ハザードオッケー、はい、オッケー、はい、全部オッケー。はい、トレーラー、ケイントレーラーをね、ジムニー化する第1弾としてね、テールランプ、今日本当はね、溶接して装着まで行きたかったんですけどね、もう見ての通り真っ暗になっちゃいました。それでね、今日ね、でも結果が出ました。あ、今日はね、一応、配線も全部できて、テールランプもスモールも全部ケーキ類はつくようになりました。あ、もうね、昼からずっとやってね、外真っ黒になりました。それでね、今日はこれにて終了したいと思います。次はね、このトレーラー、これをきっちりつけるフレームをね、鉄で溶接して作って、装着、そして、またこのフレームに対して、荷箱を作って、中はね、板張りにしようかなと思ってます。それであとバイクが乗せれるような感じとかね、そういうのをね、次の段階で、まあなかなかね、素人なんでね、なかなか進みませんがね、これも完成するまでね、頑張っていきますので、もしよかったらね、チャンネル登録してね、また見守っていただいたら幸いです。それでは今日の動画ね、もしよかったらいいね、高評価もお願いします。それでちなみにこちらはこれでね、ナンバーついて、行動デビューはね、もうすぐと思います。というわけで今日はジムニートレーラーでした。さようなら。おー。